昨日からこの間のパンクがなかなか治らないですね。まあパンクしないように考えたシリコンシーラントをタイヤに、塗って、あの100円のゴム、あのゴムバンドを中にやって、これとゴムバンドやってタイパンク性を高めたんですけど、まあちょっとタイヤが重くなったという、ね、で、パッチシールは2回やって失敗して、チューブ交換だけは成功したんですけどね、まだパッチは成功してないっていう、なかなか難しいという、まあ、チューブ交換はもうできるようになったという、まだ自転車屋の技はまだ見つけてないという、チューブ交換できたということです。今日は15キロぐらいです。もうちょっとしかやってない。まあでも自分で直せるようになったのは進歩しましたけど、やっぱ輪行の効果でしょうかね。輪行すると技術が上がるかもしれない。はい、まだありますね。鶏の唐揚げチンすればあるよ。あ、鶏の唐揚げください。あと100円の空気入れが意外と良かったっていう、ね、なかなかパンパンに入らない、あの手でやると、あの電気のやつはいいですけどね、家にはない。タイヤの研究、チューブ交換が
番あれかもしれない。いいかもしれない。軽いですから。まあノーパンクタイヤもいいんですけど、ちょっと重くなるんです。チューブ交換って意外とすぐできるんです。デコルテね。デコルト、デコルテってこの鎖骨の意味だろ。デコルテっていうのはこの鎖骨の。これが見えるやつがドーフローブデコルテ、鎖骨の。よく自分を天皇と言えるね。みんな昔からこれ天皇とかそういうほら真似するわけよ、趣味がね。な、女の子の名前の付け方も真似しちゃった。なんとか子っていう名前がつくのはね、天皇の人の子供さんに子をつけようと思う。